ガリブサプライズトレーニングベンチごはん、イエーイ、イエーイ、ベンチごはん。何それ。我々ガリブのトレーニングといえばですね、はい、食事ということで、うん、今日は、はい、こんなものを用意いたしました。何、はい、ということでですね、はい、これから公園内をですね、フジテレビの方向にちょっとね、歩いていこうかなと、はい、今回はガリガリ支部のトレーニングをお届け。これから公園内をフジテレビに向かって歩き、その道中ベンチを見つけるごとにご飯を食べていきます。炊飯器が空になるか、フジテレビに到着すればトレーニング終了です。そういう企画でございます。無理、え、はい、どんぐらいあるんですか。そうね、1号だったら開けますか。もうすぐいいですか。はい、はい、押してください。いきますよ。いきますよ、どうぞ。はい、どんだけ入ってんのか。オープン、はい、カシャカシャ、やったら、あー、多い、パンパンやん、多い、はい、これね、あのご飯5合分、5合でですね、今日はあの、うん、本当はスタート、はい、ガリブ3人、あ、上中がいないですね、ここに。そうなんです。どうしました。上中くん、はい、熱を出しました。ガリガリ支部のメンバー、木村アナは生放送中、上中アナは体調不良で急遽欠席です。本当は上中くん含めて食べる量をご用意しております。嘘だ、塚田さん、嘘だ。こんなの嘘だ。ベンチはどこにありますか。さあ、続いてのベンチはどこにあるんですか。助けて、立本ちゃん。でででで、立本ちゃん。それでは今宮さん、スタートコールを、はい、それじゃあ参りましょうか、はい、ベンチご飯スタート。いや、元気ですね。いいですね。さあ、歩いてまいりましょうね。さあ、あの、こうぐるっと回ってフジテレビの方向にね、向かいますので、はい、どのあたりにベンチがあるのかと。いい天気ですね、今日は。あった、あった、あった、すぐあった。早い。もうちょっと経ってからあるんじゃないの、ベンチって。スタート地点からですね、およそ、7メートルぐらいですね。はい、スタート地点からおよそ7メートルのところで一つ目のベンチを発見。それではいただきます。いただきます。農家の方に感謝をしてね。そうですよ、もちもち、うん、うん、うん、いいね。ね、炊き具合というか最高じゃない。どんなことを思いながら食べてましたか。無心です。無心。何を聞いてたんですか、今まで。あ、そうでした。そうですね。どういうこと。何ですか。ここの筋肉につけと。そう、体にこう吸収するんだ。あ、どこが喜んでるのかってことを感じながら食しなさいと。そういうことです。まだ1杯目ということもあって、2人とも軽快にご飯を食べていきます。わお、ごちそうさまでした。いやい、まずは一杯目を完食です。はい、次行きますよ。どんどん行きますよ。はいはい、ね、こっち来て、はい、こっち来て、はい、はいはい。これは持ったままでいいですか。持ったままですね。はい。ちょっとお行儀悪、お行儀悪ですね。お行儀あれですけどね、はい、持ったまま、はい、移動いたします。はいはいはい。いやー、ベンチね。あれベンチですよ。ちょっと待ってください。何ですか。ベンチってこんなにあったっけ。早い。っこんなにあったねえ、おかしくない。一つ目のベンチから1分も経たないうちに2つ目のベンチを発見。あ、あの、思いのか密集しておりますね。こんなにあった、ね、さっきここ通ってきたんですけど、全く気づきませんでした ね。ベンチ来ましたわ。はい、はい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 、ということでここにもぜひ座っていただいて、はい、はい、あれなんですけど、はい、なんかちょっとこう飲み物とか飲料系をいただくことなんていうのはできるんでしょうか。飲み物とか、な、飲み物もら摂取するものだから。そうですね。飲み物を要求された立本アナ、すると、それでは参りましょう。何、飲み物チャレンジ。おい、
何ですか。わかんない。え、突如始まった飲み物チャレンジとは。前腕のトレーニングを行っていただきます。パックが、まあ、1、2、1、2みたいな、それに合わせてグッパ、グッパをすると、掛け声に遅れたりするとこれ脱落と。片方にはですね、冷たいお茶を差し上げます。これは大きい。お茶、勝った方にお茶ってことは、はい、勝った方にはお茶。あ、そうですか、はい、わかりました。早くグーパーグーパーで脱落した方にはコーンスープ、余計ちょっとなんか持ってかれる感じです ね、 ですね。今欲してるものとはちょっとだけやっぱこう相対する世界、あのカロリーが高いです。ああ、そういうことか。まあ、お腹に溜まっちゃうんですね。そうそう、お腹にもダメだな、お腹溜まって、まあダメか。あの援軍ですね、こちらのね、みたいなことです。では、冷たいお茶を目指して頑張ってください、はい、飲み物チャレンジスタート。軽快ですね。早い。軽快ですね、いいですね。冷たいお茶を手にするのはどっちなんでしょうか。どうせここから早送りなんでしょう、これ、30秒経過。ちゃんと開いて、ちゃんと閉じてくださいね。あー、きつい。溜まってきた。あー、きついぞ。溜まってきたぞ。1分経過。これか。あ、あれ、なんで、あれ、黒田さん。じゃあ、裏拍、裏拍。裏拍取って。何？ん？ちょっと、ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。あ、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 倉田さん脱落。やったー。完全に裏拍からもう遅れ倒してましたね。ということで、飲み物チャレンジ勝者は今湊アナ。早速飲み物が配られます。はい、まずは今湊アナに冷たいお茶が、そして倉田アナにはコーンスープが。いただきます。いただきます。どうぞ。いや、でもね、これ水分取れるだけいいですよ、ね、そうですね。おお。サクさん、ちょっと熱すぎやしませんか。熱湯、熱湯出てきた。余計喉。あ、ご飯が進んでないですよ。あ、ご飯も食べましょう、ね、ご飯食べますね。はい、会長に箸を進める今湊アナに対し、スピードが落ちてきた倉田アナ。飲み込みないなよ。うん、いやいや、本当だよ。コーンスープありますから。あ、そうか、はい、コーンスープがあったわ。飲み放題。このチャレンジ相当重要だった可能性ありますね。あ、今湊完食。今湊アナが余裕の完食。そして倉田アナもなんとか完食です。じゃあ食べ終わりましたんで次に参りたいと思います、はい、行きましょう。はい、さあ、ベンチはどこかな。ベンチはどこにあるのかな。テンション上がらんな。はい、ベンチはどこにありますか。さあ、続いてのベンチはどこにあるんですか。おかしいよ。2つ目の隣に3つ目のベンチを発見。いやいや、これはちょっと見逃しません。今見ないと。はい、私、あの、最初に何て言いましたか。ベンチを見つけるたびに、はい、ご飯を食べる。シッダウン。命令ですよ、シッダウンね。はい、休みながら。はい、すみません、3杯目、3杯目、3杯目です。はい、3杯目、3杯、はい、3杯。あの、いいですか、一つ、はい、水分いただきました。はい、はい、やっぱりご飯だけだと美味しいんですよ、うん、だけどちょっと味変というか、その、はい、なんていうんだろう、お塩、なんて、おかず、うん、お漬物、何が今欲しい。これ、俺のお供で、最高のご飯にお供で、しょっぱい感じの漬物が欲しいです、うん、いいよね、とかね。そんな二人に対し、わかりました、はい、それでは参りましょう。いきますよ、うん、ご飯のお供チャレンジ。イエーイ、そんなあんの。これから海苔の佃煮の獲得を目指してリップスのトレーニングに挑戦。
回数が30回以上でつけ放題、20回以上でスプーン1杯、それ以下はなしとなります。お前たち、はい、海苔の佃煮でご飯を食べたいかい？食べたい。ご飯を食べたいかい？食べたい。ファイヤー！ちょっと違う番組、ごめんなさい。あのね、こうやってやってる間にもうご飯もパンパンになるんですよ。いいですか？いきますよ、はい、いきますんでね。はい、はい、いきますよ。はい、それではまいります。海苔の佃煮争奪ご飯のお供チャレンジスタート。はい、おいや今村さんもっと下ろしてください。今村さん、あ、そうそう、はい、90度ね、90度、はい、そうそうそう、そんぐらい、はい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 、ヘイ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 、あ、俺いけるよ。今村さんもうちょっと、今村さんもうちょっと、あー、ヘイヘイ、ここまで、はい、あー、ヘイヘイ、はいはい、お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 、俺ね、クロスすごいっすね。なんで、なんで才能あるね。ディップの王子様、あれはね、俺この才能あるよ。あれ、アナウンサーいるも向いてるかも。これディップさんって呼んで。ディップさん、あら、ディップさんだよ。ディップさん、ほらほらほら、やっぱりディップ。20回達成、スプーン1杯を獲得。このまま30回以上いけばつけ放題ですが、25、はい、あー、ダメです。今みなさんアウトです。ディップさん、ディップさん、30、おお、余裕だ余裕だ、すごい、おお、ディップさんいけるいける、ディップさんいけましたね。ということで倉田アナが30回達成、海苔の佃煮つけ放題を獲得です。はい、これを、はい、これ最高ですよ。もう海苔の佃煮は進みますから、はい、いっちゃいます、たっぷりつけて、あ、いただきます。お、いいでしょう。お、うん、おいしい。あ、おいしい。やっぱりあの塩分っていうのは大事だね。はい、あ、おいしい。こんなに海苔の佃煮が美味しいと感じたことはないです。あら、これはもう…たっぷりとつける倉田アナに対し、今湊アナは少量で丁寧に食べていきます。うまいな。うわ、いいね。うわ、これ、あ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 、うん。海苔の佃煮も手伝って、3杯目も完食です。いやいや、いきますよ。あ、もうないんじゃないですか、これ。ないね、もうない、うん、ベンチがない。あ、ずっとほら、いや、だよね、そんなにあった印象はないもん。もうつきますよ、これ。会社つきますね。あたりを見渡し、ベンチがないことを確認。ここでようやく食休みのつもりでしたが、コーンスープも塩分入ってるのね。コーンスープもね、はいはい、ベンチちょっと待ってください。どうしましたか、倉田さん。これはベンチじゃないのかな。ベンテーブルか。テーブルです。テーブルじゃない、これローテーブルでしょ。これベンチじゃないよ。そうですね、確かにこの形状はね、なんかね、なんかね。で、あ、でもこれ座るやつですよね。いや、これ座るやつですよね。違うんじゃない、これやっぱ勉強するとかじゃない。ここでここで勉強する人います。うん、いますか。子供たち、子供たち、うん、こんなの見たことあります。見たことないです。ないでしょ、はい、これはベンチです。はい、ベンチです。皆さん、さすがにお米はね、飽きましたよね。うん、ちょっとね、まあちょっとね。ご飯に飽きてきた2人へ、立本アナから救済措置が。正直食べたくない。正直食べたくない。はい、ご飯は、ご飯は食べたくない。はい、わかりました。はい、では参りましょう。はい、たこ焼きチャンス。
ご飯に飽きた2人のために立本アナがたこ焼き8個入りを用意。たこ焼き食べたらもうパンパンになっちゃうんだね。さすがに8個きついなということで、はい、ここからはクワッとやっていただきまして、はい、20回20回やれば、うん、たこ焼き1つ減らす減らしていいと7個ということで、これからスクワットを行い20回でたこ焼き1個を減らすことができます。160回できればたこ焼き免除です。さらにここで残念なお知らせが。でちなみに、はい、今湊さん、うん、ちょっと次のお仕事が誰次の余った炊飯ジャー、うん、倉田さん、うん、お願いします。いや無理だよ無理でしょ。失礼します。次の仕事があるため今湊アナはここでトレーニング終了。あ、ちょっと待って、俺も今日あのグッティの、うん、グッティの打ち合わせがあったかもしれない、うん、あった気がする。いやいや、ないです。ここからは倉田アナ一人でトレーニングを続けます。はい、20回やれば一つ減りますんで。わかりました、なるべく多く減らしてください。はい、それでは参ります。たこ焼きチャンススタート。はい、もっと下ろして、もっと、はい、そう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 、その辺まで。お、いいですよ。いやいや、ちょっとちゃんと伸ばして伸ばして、はい、そう、6、はい。たこ焼きを減らすためスクワットをこなす倉田アナ。OK。 まずは20回達成。次の40回に向け懸命にスクワットを続けます。いい感じに早送りされてます。いやちょっと数えて早くないですか。いきますね、いきますね、倉田さん。ほら、赤で映えますね。赤でコーディネートしてるんですね、これね。お前、いちいちうるさい。これ多分ね、赤で統一感がある。生えてる？生えてます、生えてます。夕焼けにこう、いい感じに赤が生えてますよ。ほんと？いいですね。お、60回達成。しかし無理だって、無理だよ、もう無理。倉田アナ記録61回。ということでたこ焼き5個を食べていただきます。ちょっとお米は確かにもう飽きてましたんで、はい、たこ焼きを、たこ焼きをいただきます。かつお節のいい香りがします。いい香りがね、してますね、はい、おいしいなぁ立本飯。いや、ほんまにおいしい。そうですなぁ、ゲラゲラ笑ってんで、笑ってんで、ゲラゲラ笑ってんで、笑ってんで、かつお節が。今時そんなこと言う関西人もいないですけどね。ほんまうまい、関西弁も飛び出し、会長にたこ焼きを食べる倉田アナ。なあ立本はん、これどこのたこ焼きなん。なあうち、このたこ焼き恋してもうた。なして、なして、なして、うちだけなして、なして、これが夢なら冷めてほしい。しかし残り1個で箸が止まります。それでも、なんとか最後の1個を食べ。お、うん、お、うん、どうですか。めっちゃうまい。たこ焼きも完食です。さあ、ちょっとじゃあ見ますか、残りの。じゃあ見ましょう。そうですよ、だって結構、結構来ましたからね、これ3杯3杯だ、はい、6杯、お茶碗6杯分食べてますから、ね、もう残り少ないんじゃないかと。だよね、いきますよ、はい、どうぞ。こんなもんかな。
ダメだダメだ。2人でお茶碗6杯を食べてきましたが、残りは3合。まあ、あのベンチの数はね、全然大丈夫なんですけど。倉さん、これ倉さん、胃袋的にこれいけますか？いけないでしょう。いけますか？これいうのも食べてますからね。1人では絶望的な量。そこで、立本アナから提案が。まあ、あの助けて立本ちゃんっていう。なんかね、イラッとするんですよ。なんでそんなにこう自分を持ち上げるの？まあ、あの本当にあの大きな声で助けて立本ちゃんって言ってくれれば僕登場しますんで。本当？はいはい、もうあの一応画面外から来ますから。来ますよ、来ますよ。はい、どうぞ。言ってくれればね、言ってくださいね。言いますよ、言いますよ。はい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 、どうぞ。すごく言いたくないけど、もう結構いっぱいなんで、助けて立本ちゃん。助けて立本ちゃん。そりゃ元気だよね、そりゃ元気だよね。何もしてないもんね、今ここまで何もしてないもんね。立本ちゃんに助けを求め、再び2人で炊飯器を空にしていきます。本当やっぱり最後は立本ちゃん頼りですよね。それ自分をやっぱりこう常にヒーローにこう見立てて、ヒーローに見立ててこうやろうという策略だった。いやいや、そんなことはございません。あ、本当アクシデントです。上中がね、来れない、今港途中で帰る。まあそうですよね、アクシデンタル。そこで救世主立本ちゃん。立本ちゃん、名前が嫌なんですけどね。いや、もうここまで来たらわらもこう掴む思いでありますから、はい、そうですね、どんな人でもありがたいです。ありがたいですか、はい、今スタッフが一生懸命僕に指を指して、はい、ベンチだベンチだって言ってんですけど、無視したら怒られそうなんです。本日5つ目のベンチを発見。どうしますか。もうベンチもね、いっぱいあるんで、この後でももう一緒なんで、どこで食べても一緒だと、もうこれもう分かった分かった、もうやる、空にしちゃいましょうか。これやろう、はい、3号ということで、このベンチで完食を目指します。そして気になるご飯のお供は、牛ダラ。はい、あ、いいじゃない。牛ダラ、いいじゃないか、はいはいはい、うん。最後のご飯のお供チャレンジは、腕立て伏せの回数で牛皿の量が決定。2人の合計が60回以上で1人前、50回以上でお肉3枚、それ以下は玉ねぎのみとなります。これで 1.5 キロの米をいくわけだよね。だからやっぱり玉ねぎちょっとだと 1.5 キロ絶対無理だよ。これやばいです、これやばいです。頑張るわ。頑張りましょう。ますけど、よし、まずは倉田アナから挑戦です。しっかりと、はいよ、はい、では数えながらいきますよ。はい、はい、お願いします。1回、お、いいですね。しっかり下ろして下ろして、いやー、え、悪いんじゃないこれ。今何回ですか。9 10。ちょっと待って、これ想定外なんですけど。え、つれーよ。え、嘘。あれ、ちょっと待って、無理かもよ。そうですよ。お、うわ、これあのスタッフさんがちゃんとあの判定しますんで、ダメだったらもうダメって言いますからね。うわー、すれー、ダメかもよ。16、すいません、嘘。いや、嘘じゃない。16。クラターナ記録16回。これにより、44はちょっと厳しいかもしれないので、44以上いけば何より、はい、34はどうかお願いします。34を超えれば肉が食えると、はい、そうだね。助けて立本ちゃん。ダダダ救世主立本ちゃん、このピンチを救えるか。見せてくれるだろうな。いきますよ、お願いします。スタート。
1、2、3、4、5、6。いけるいける、いけちゃうよ。よし、まずは10回をクリア。あ、やれるか。おい、どうした。え、なになになに。びっくりした、まさかね。20回を超え、徐々に険しい表情に。いけいけ、やったんで、今回。そう、あ、結婚式で使ったあの言葉を信じて。誰を守るって言った。奥さんを守るって言った。大体人間は生物は海から生まれてるから。これでお肉3枚を獲得。そして一人前まであとわずか。7、38、29。すごい、40。あ、やばいやばい、こっからだよね。40ね、40で、40、40。さあ、あと4回。41、42、43。よしよし、44。おお、よくやった、よくやった。おお、すごいよ。ほら来た。うわ、よくやったね。いや、玄関の向こう側行きました今。行ったね、はい、一瞬終わった後顔色が悪かったもん。38ぐらいからもう38ぐらいからもう。すげえ。よっしゃ、ということで、はい、44以上私もねやりまして、合計60超えましたんで、はい、ゆうざら波イエーイ。よし、4。立本ちゃんの活躍で見事2人で60回達成。牛皿1人前獲得です。何度もいいんですけど、そうそうそう、あ、ちょっと量がさ、違うんだよ、違うんだよ。何も隠したの。いやいやいや、頑張ってくれたじゃん。腕立て、そうですけど、はい、いや、なんでこんな、どうしたどうしたどうした。何、いや、頑張ってくれたからと思って、ちょっとほらテレビ的にもこうやって少し見えない、こうやって、そう、これちょっとこう白くなりました。昔話みたいな。いやいや、いや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 、いいっていい、さっきまで持ってくれたんだから。いや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 、いいよいいよいいよ。なんでなんで、優しいね。うん、そうです、あの、やっぱね、年長者をね、うん、立てないといけないんでね、やっぱりね、やっぱりね、年長者をね。いや、ねえ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 、これもね、もうねえ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 、なんでさ、いや必要ですからね。はい、よし、これでほら、はい、ほら、はい、はい、おい、綺麗に綺麗に、はいはい、うん、ご飯これを食べきれば今日コンプリートと。今日コンプリートね、はい、いうことでございます。よし、じゃあで、はい、お供をやってまいりました。お供、ええ、ほら、いやー、ゆうざら、あ、最高ですね。うまそう。あー、いい香り、いい香り、いい香り、やっぱりこういいね。これをね、はい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 、はい、よしよし、じゃあこれで、ではこれで、はい、いただきたいと思います。はい、いただきます、いただきます。いや、疲れましたね、疲れましたね。ちょっと待って待って待って、ねえねえ、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って待って待って、あー、どうぞ、つまり、あ、どうぞ、つまり、何、お茶、お茶です。子供、お茶もらっていい。熱いんだよ。熱いんだよ、だから。おいしい。うん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。うん、これしかない、これ、これ何これ。結局さ、牛皿
許さんのにさ、お米こんだけ残ったら辛いわ。ご飯がまだ残っているのに牛皿がもうありません。しかし明太子をください。え、明太子、あ、おお、ありがとうございます。まだ牛皿ほぼ一人前、明太子一腹を独占し、立本アナは完食です。明太子がね、あと一腹、うん、欲しいっす。じゃあ、たらこ欲しいですっていう思いをフジテレビに向かって、まあ、こう大声でね、大きな声でね、表明していただければ。それやればいいの？はい、それやればたらこゲットです。食べられんの？はい、どうぞどうぞ。すぐやる。はい。明太子さん、倉竹にお嫁に来てください。ちょっと戻ってきて、恥ずかしいから。恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。なんて言ったんですか？明太子さん、倉田家にお嫁に来てください。それが求婚してる、求愛してる。明太子さん、明太子さん、いい？そうっすね、いいよね。はい、じゃあ、まあ、求婚、求婚し た, した、はい、じゃあ結婚成立ということで、はい、明太子さん、明太子さん、倉田家にお嫁に来てください。倉田アナの思いが届き、明太子獲得です。それでは、はい、新郎新婦入場です。パパパパーン、パパパパーン、明太子との、パパパパーン、じゃあファーストキス、パパパパーン。すごく美味しい。ご飯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 、無理かなこれ。ほら、明太子でご飯を食べ進めます。そしていよいよ最後の一口。いただきます。口の中で三段、うん、あ、浮きましたね。お、ということで、はい、見事完食でございます。よろしくお願いします。すべてのご飯を食べきり、これでトレーニング終了です。今日 でも結構ね、倉田さんだけでもこれ半分ぐらい食べましたんで、3合ぐらい食べたでしょ。そうですよ、食べたかもしれない。もしかしたらろくにおかずもなく、へえ、ね、なくでしたけど、なくでね、はい、なくでしたけど、うん、よかったですね。ありがとうございます。これでまあちょっとデブへの、道が開けたかなと、はい、いうふうにね、思いますけれども、はい、うん、上中と今湊といない中で、倉田さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。以上、ベンチご飯でした。